シャルルルイド・モンテスキューはフランスの哲学者である。本名はシャルルルイド・スゴンダで、ラ・ブレードとモンテスキューを領地とする男爵でもあった。フランス南西部にあるボルドー近郊で生まれた。彼が7歳の時、母が成居。母の遺産を継承し、ラ・ブレード男爵となる。ボルドー大学法学部卒業後、1709年からパリに留学。1713年末。 父の不法により帰郷する。翌年、25歳で、ボルドー高等法院の参事官となる。1716年、叔父の死により、モンテスキュー男爵の爵位と、ボルドー高等法院副委員長の官職を継承する。しかし、実務面には無関心で、1721年には、匿名で、ペルシア人の手紙を出版。百二十六年、十七歳で、 ボルドー高等法院副委員長の官職を辞職。以後、学級生活に入る。1728年1月、アカデミー・フランセーズの会員に選出された直後、4月から諸国変歴の旅に出る。1731年に祖国であるフランスに帰国。1734年、ローマ人聖水原因論。1748年、法の精神を出版。 イギリスの政治に影響を受け、フランス絶対王政を批判し、均衡と抑制による権力分立性の基礎を築いた。なお、イギリス滞在の間にフリーメイソンとなった。法とは、事物の本性に由来する必然的な関係であると定義し、権力を分割しない。統治形態による法からは、政治的自由が保障されないと考え、執筆に20年かけたと言われる。 自身の著作、法の精神の中で政治権力を立法、行政、司法に三分割する三権分立論を提唱した。晩年は視力の限界に悩まされた。そんな中、著作、百科全書のために趣味論の執筆に取り組んだが完成することはなく1755年2月10日にパリで成去した。社会学の父と考えられている。 保守主義であった。ペルシア人の手紙の一節では、ヒキリスト教国の出生率の高さを離婚を許容しているためとし、また、夫婦相互の愛情に何よりも寄与するのは離婚の可能性であると論述した箇所がある。彼の肖像は、旧フランスフランの200フラン紙幣に描かれたことがあった。レッドル・ファミリエアーズ、エーダイバーズ・アミ・ディ・イタリー、1767。 ありがとうございます。